タレが上、手が下で一結びしてます。そしてタレ元しっかり開いて、こちら側から文庫の羽作っていくよ。今日はシャキッと文庫、シャキッシャキッ、手前の2本でバッテン止めをします。定番の文庫の作り方、後ろに追いひだ、ここでバッテン止め。この時だいたい同じぐらいの大きさになるといいと思います。これ帯4メートル20ぐらい、あんまり長い帯ではないので、これ垂れ下がる文庫でももちろんいいんですけど、垂れ下がるとそうですね、シャキッとというよりはもうちょっと和やかな感じ、優しい感じの文庫になります。なので今回はシャキッとがお題なので、こんな風にちょっとシャキッと文庫2つ羽作りましたよ。そうしたらこの続き、1つ追いひだをそのまま生かしてこういうひだ作ってます。こういう風に折りたたんでいます。そしてこのままシャキッとお背中側の1本に上から1本かけてください。そして裏を見せて、ここに羽が1つできました。今回は普通のお太鼓の枕です。これでもいいですし、薄っぺちいのでもいいです。あんまり大きすぎると長さがない帯の場合は長さを稼がれちゃうから、そこそこの帯、帯枕、はい、羽を2枚しっかり持ち上げて、結び目の上に乗せて、お背中にピタッとつけたら回します。細かい羽をいっぱい作ってという装飾性の高い帯結びではなく、シャキッと切れ目系の文庫を作っていきたいので、ひだはきちんと取る、今回はそれも課題の一つです。枕は例によってしっかり脇まで落とし込みます。ちょっとミソなのはこれ枕で押さえてあるから、思い切って向こう側にちょっと斜めを作ってみて、シャキッと感アップします。そしたら次は手です。ぐーっと引いて帯の上線に乗せて綺麗に整えます。枕も直してください。直して緩むような感じがあったら脇からさらに落とし込む。そしてここも同じひだを作っています。こういう風になりました。そうしたら中側に輪があるから、今回も中側が輪で、この時のミソ、バッテン止めした左側の羽の下側を拾い上げてください。そこにここで通します。一回通してからの、柄のあるところまでで、そしてお背中側に通します。で裏が出て、ここで裏を出してあげてください。でこの今回の帯はインスタグラムで作ってる帯よりも短いということと、枕を大きめにしてるので、ここが稼がれてるのでこの長さがないです。ないですが、この部分、柄のない部分で今枕を包み上げている感じ。そしてここで少し広げ、こちらも少し広げておきます。羽をシャキッと作っています。そしたら枕に帯揚げです。帯締めなんですが、こちらが手で作ったこの最後の羽がすごく長くできるとしたら、羽2本両方側にかけてもいいと思うんですが、今だと羽が羽の状態で終わっている、太鼓になるほどにはならないので、こちら側の羽の延長線で太鼓部分を作っていこうと思います。でもちょっと考え方変えて、これしっかり枕で収まってるから太鼓と考えず羽の1枚と
考えます。体裁よく広げてみましょう。で、ギリギリ下に通して止めるというのではなく、もうピタッと枕が押さえてくれているから安心して少し余裕を持ったところに締めていってください。でも中は止めて、帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫ですから。だからここで手加減して緩く締めてもいいよっていうことではなくて、しっかり締めるんですが、お太鼓みたいな感じでピシッとするのでなく、羽を止めているという気持ちで、そして帯を上からしっかり締めて支えるつもりで帯締めをしてください。この部分こんな感じです。そしてこうして下ろしてあげています。それでは最後に、今日は形付け、シャキッとっていうのがついてる文庫だから、平らな面はきれいにスルッと手アイロンをかけます。文庫の羽も垂れ下がる文庫ではなくて、シャキッと立っている文庫の羽、こんな風にしましょう。広い面は手を入れてきれいに作ってくる。小さな羽も元気な羽、襟もきちんと手を入れて、帯の表面がツヤツヤしてくるようにツヤを出して仕上げてください。シャキッと文庫、どう？簡単でしょ？やってみて。ご視聴ありがとうございました。インスタグラムオンラインサロンではポイントごとにもっと詳しく解説、個人ズームレッスンなどでスキルアップ、直接会って学べる本気の着付け教室では初心者さんも一から学べるコースをご用意。詳しくは概要欄をご覧ください。